こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人のコスパ最強秋服5選というテーマでお届けをしたいなと思っています。こちらのチャンネルでは普段ですね、いろんなブランドを皆さんにご紹介してるかなと思うんですが、主にですね、定番的なユニクロですとか無印良品、このあたりからちょっと価格帯が上がるとですね、セレクトショップのオリジナルでグリーンレーベルだとか、最近だと417エディフィスだとか、このあたりをご紹介することが多いんですが、ついつい偏ってしまうことも少なくなくて、最近は外に出ての撮影も増えているので、そうなるとちょっとですね、価格帯上がってるイメージがあったので、今回はもうちょっと気軽に買いやすいような、僕にとっての四天王ですね、ユニクロ、GU、グローバルワーク、そして無印良品ですね、この4つのブランドというのが僕の中ではコストパフォーマンスに非常に優れたブランドだと思っていますので、この中から大人の男性に合う秋服をですね、今回は5つピックアップしてみましたので、よかったら参考にしていただければなと思っています。もちろん服というのは価格を上げた方が質感が上がったりだとか、細部のバランスであったりだとか、そういった部分には魅力を感じやすかったりするんですが、先ほど挙げたようなユニクロ、GU、グローバルワーク、無印良品、このあたりにも優れたアイテムたくさんありますし、まずは気軽に買えるということ、これもまたですね、大きなメリットかなと思うので、ぜひ皆さんも今回ご紹介する中で気に入ったものがあればですね、秋の着こなしの中に加えていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的にコスパの良いですね、大人の秋服、皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、こちら無印良品の撥水コーデュロイ襟ジャケットですね。これがですね、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと感じています。皆さんこのデザインを見るとですね、あるジャケットを思い出すかなと思うんですね。先日僕の動画の中でもご紹介しました、こちらユニクロのですね、ユーティリティショートブルゾンですね。これと結構デザイン的には傾向が似てるかなと思います。どちらもですね、このようなワークテイストのアウターの中では非常にですね、歴史と定評のあるですね、バブアーを起源としたような、そういったアウターになってるんですね。ユニクロのアウターの方がバブアーのものの中でもショート丈バージョンですね、そちらをベースにしたようなデザインになっていまして、こちらの無印良品の方はですね、バブアーの中でもビデールと呼ばれるような一番ベーシックで、着丈もお尻がしっかりと隠れるぐらいのバランスのものですね。これをベースにしながら作られているのかなというふうに見て取れるわけなんですね。僕の中では今季はユニクロのバブアー的なアウターと無印良品のバブアー的アウター、ユニバブ、無地バブと呼んでるんですけども、2パターンあって、これはなかなか選択肢悩ましいところだなと思います。僕がユニバブを買った時にはまだ無地バブがなかったので比較して買うことができなかったんですが、これもなかなか良さそうですね。まず一番の違いというのは丈の長さなんですね。ショート丈のブルゾンは足さばきも良くてすごく使いやすい、これはもう間違いがないんですが、だけども一定の長さがあった方が大人の男性には似合いやすいというところもあって、バブアの中でも着丈の長いトランスポートだとか、そのあたりが好きだという方もいれば、やっぱり定番的なビデールですね、このあたりが好きだという方は分かれると思うんですが、こちらのですね、無印良品の無地バブもなかなかバランスいいなと思いましたね。で、トップの画像に出てるのがスモーキーグリーンという色合いなんですが、この色がまた絶妙ですよね。ブラックだとかオリーブだとバブアっぽさ溢れるのでイメージが湧くんですが、あえてオリーブはなくてグリーンなんだけども、ちょっとスモーキーな色合いに雰囲気を変えている、このですね、ちょっと新しい感覚のカラーがなかなかいいなと思ってまして、グリーンとグレーを混ぜたような色合いですかね。このあたりは結構ブラック系のパンツとも合わせがしやすいと思うので、めちゃくちゃいいんじゃないのかなと思っています。価格は9990円ということで、アウターの中で1万円切ってくるというのは非常にありがたいですし、バブアーのですね、このようなビデールとかは本当5万円超えてくるので、それと比べると5分の1以下で買うことができるので、このようなライトなアウターでちょっとこうワークテイストがありつつ、今のトレンド感を抑えたものを着たいという方は、この無地バブはすごくいいんじゃないのかなと思います。もちろんですね、ブラックで定番的に合わ
せてもらうのもいいかなと思いますが、個人的に一押ししたいのはスモーキーグリーンですね。ぜひ皆さんですね、こちらバランスのいい色合いになっていますし、襟元をスナップで留めながら着ることもできて、このあたりの保温性となおかつデザイン的なアクセントですね。最近はスタンドカラーのアイテムがいろいろとトレンドになっていますが、そのあたりも抑えたようなデザインになっていて、襟元コーディロイになってというところも含めて非常にこれ使い勝手がいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目。こちらもですね、無印良品から選出をしてみたんですが、こちらですね、アラエルミラノリブ編みクルーネックワイドセーターですね。価格は3990円ということで、これまたですね、結構個人的には親見覚えがあるぞというところではあるんですね。ユニクロでもミラノリブのニットってすごく定番的で、僕の中でも、まあ、ユニクロでニット買うんだったらミラノリブニットが間違いないでしょということをですね、何度もお伝えしてるんですが、まあ、それと似たような立ち位置のものが無印良品でも発売になりました。まあ、同じくミラノリブニットなんですけども、全く同じような感じというわけではなくて、まずはですね、肩周りなんですがラグラン袖になっているというところですね。まあ、このあたりにリラックス感があるのと、あとはですね、フィット感もですね、ユニクロのミラノリブニットってタイトなんですよ。なので僕の場合は M じゃなくて L を選んだりすることもあるんですけども、それよりは最初からですね、ワイドセーターということでゆとり出してるんですね。このあたりはユニクロのアイテムをちょっとアップデートした感があるというところで、まあ、なかなか絶妙なアイテムに仕上げてきてるなという印象があります。そうですね、これは良さそうですよね。まあ、体のラインを拾わないというところですね。まあ、ニットって結構タイトなものだとお腹の膨らみだとかムチムチ感っていうところを拾いやすいんですけども、そういったところをですね、拾わないような適度なワイド感っていうのは僕はあった方がいいと思ってるんですね。少しゆとりを持たせることで今っぽくてなおかつ体型もまるっと出ないというところ、すごく痩せ型の方がタイトなニット着るっていうのもちょっと今トレンド感はあまり漂わないですし、ちょっと考えた方がいいかなと思うので、最初からワイドに振ってあるのはなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。カラー展開はですね、結構たくさんありまして6色ありますね。その中で個人的におすすめなのが、まずはダークグレーですね。シャープなダークグレーがなかなかいいなと思ったのと、使い勝手の良い不白ですね。このあたりもですね、アウターがブラウンだとかグレーだとかブラックだとか、ちょっと落ち着いた色味になる秋冬であればパッと華やかな印象になるので、使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。またはこのスモーキーブルーですね。最近無印良品はネーミングにスモーキーをですね取り入れるのがちょっと多いかなと思ってるんですが、その感覚わかります。なんかちょっとこうくすんだ感じというか、正統派のカラーよりは少し黒とかの漂うような色合いが想起できるので、そういったスモーキーという表現僕も好きなんですけども、このブルーもですね、なかなかパッと明るい色ではあるんですけども、ただ明るいだけではなくて少しくすみ感があるというところでは、大人の男性にもしっくりきやすいかなと思うんですね。これはですね、なかなかバランスいいんじゃないでしょうか。ちょっとまだ実物変えてないんですけども、1色か2色ぐらいは持っておきたいなと思うような鉄板アイテムなので、まあ、ぜひ皆さんもですね、こちらチェックしていただきたいなと思います。まあ、よりベーシックな方が好きだったらユニクロの方がいいと思いますし、トレンド感を漂わせたいのであれば無印良品というですね、ちょっと逆転現象が起きてる感じなんですね。僕の中ではずっと無印良品って超定番で、サイズ感もワイド感みたいなものは取り入れない印象があったんですが、ユニクロの方がちょっと定番的なんだけども、ややサイズ感ゆとりを出していると。そのユニクロよりもさらにトレンド感を最近無印良品は出してきてる商品もあるんですね。全部じゃないんですよ。一部そういったものもあったりするので、まあ、このあたりはうまく取り入れていくのもいいかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目はグローバルワーク行ってみましょうかね。秋にあると便利なアイテムとしてこちらですね、リッチライトニット V カーディガンですね。価格は4950円ということで、まあ、このあたりもですね、セレクトショップのオリジナルになってくると8000円ぐらいから高いものでやっぱり2万円前後ぐらいしてくるので、まあ、だいぶ買いやすい価格帯になってくるかなと思っています。まあ、最近のトレンドを抑えたカーディガンというのは、まずはサイズ感がゆったりめなんですね。肩のラインが落ちていてボックス型になっているというところでは
タイトなカーディガンではないんですね。ちょっとこう T シャツの上にさらりとアウター感覚で着れるみたいなところが一つのトレンド的な解釈になるかなと思うんですが、そのあたりをしっかりと抑えたカーディガンになっています。そして厚みですね、薄いですね、ハイゲージのカーディガンというよりは中肉厚ぐらいですね。このあたりがやはりこうアウター的に羽織れるのですごく便利かなと思うんですね。まあ、そのあたりをしっかりと抑えたカーディガンなんですけども、まあ、伸縮性のあるですね細い糸を使っていまして、上品な編み地になっていますし、マシンウォッシャブルというところにも対応しているので機能的で使いやすいというところ、このあたりもですねバランスのいい仕上がりになっているかなと思います。そしてカラー展開がですねやっぱりいいんですね。特におすすめしたいのが、まずはグレージュですね。柔らかで明るいカラーのベージュですね。これにちょっとグレーを混ぜたような曖昧な色味になっていまして、このあたりは着こなしの中でも人との違いも出しやすいと思うんですね。カーディガンというとやっぱりブラックだとかネイビー、グレー、このあたりが鉄板なんですね。なので濃いめの色のカーディガン持ってる人はたくさんいるんですが、明るめの色のカーディガンって意外とですね良いものを探すのが難しいんですが、このグレージュなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。白系の T シャツを内側に着て、あとボトムスはグレー系のパンツなんかで柔らかいトーンでまとめてあげるとすごくバランスがいいので、これは好印象な着こなしが簡単に実現できそうかなと思います。それと合わせてブルーですね、このあたりもすごくいいなと思っていまして、こちらも白 T の上に着る、ボトムスはブラックだとかそのあたりのパンツでギュッと抑える、このあたりのコーディネートしていただければまず間違いなく使いやすいかなと思います。まあ、ネイビーブラックよりもちょっとこう明るさが出ることで人との違いも出しやすいカラーなので、ブルーも合わせておすすめかなと思います。もちろんですねブラックだとかチャコールグレー、ネイビーもですね大鉄板なので、このあたりで安心感の漂う着こなしを作るのも大いにありかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもこちらのカーディガンチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目なんですが、こちらですね、GU から選出したのは CPO シャツですね。まあ、先日も動画の中でご紹介しましたが、GU は結構このようなシャツアウターが得意な印象があって、毎シーズンですね、リリースしているんですね。その中でも CPO シャツというのは、襟がついていて、シャツアウター風で、胸元にですね、ポケットがついている。まあ、僕が今着てるシャツと結構デザイン的には近いですね。蓋のついているボックスのポケットが左右対称についていて、もうちょっと肉厚なアウターっぽい感じなのが、まあ、CPO シャツですね。こちらのアイテムになっています。まあ、先日ご紹介したものも良いですし、こちらの SW とついてるものも店頭で買うことができるモデルなので、まあ、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思います。まあ、鉄板で言ったらブラックなんですけども、個人的には結構このオリーブだとかさらにはダークブラウンですね、このあたりもなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。僕自身が買った CPO シャツに関しても割と素材の質感としてはキラキラしたようなチープな輝きみたいなものがなかったので、こちらもですねダークブラウンだとかオリーブを選んでも結構バランスよくですね上品な質感出せるのかなと思います。ただですね、もちろんめちゃくちゃ高見えするというわけではないと思うんですが、この価格帯でこの色味質感っていうのであれば十分納得感はあるかなと思うので、まあ皆さんにもお勧めしたいレベル感かなと思います。一押しは意外とダークブラウンじゃないですかね。これを白 T の上に着てブラックのパンツで引き締めるだとか、オフホワイト系のパンツなんかでちょっと爽やかに着こなすのもすごくいいかなと思うので、なかなかバランスいいなと思います。まあ、大鉄板はやっぱりブラックでしょうね。そしてちょっとこう変化球のオリーブというところも含めて、まあ、試着をしながらですね一着揃えてみていただけるといいと思います。意外と GU なんですけども、トレンドに振りすぎたアイテムではなくて、サイズ感も大人の男性でもそこまで大きすぎるような感じに振ってないので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、王者ユニクロですね。今回ご紹介した無印良品、グローバルワーク、GU、ユニクロ、この4つの中で最もですね安定感があって僕たちにも馴染み深いのがユニクロかなと思うんですが、まあ、正直ですね今時期はだいたい秋物の入荷がですね一段落して、まあ、冬物なんかも結構入ってきていますし、なんといってもですね今日撮影現在はですねまだユニクロ U が発売になっていないタイミングなんですね。今買うのであればユニクロ U を待つというのがですね最善かなと思うんですが、とは言っても今定番的なアイテムで特に皆さんにお勧めしたいのはこちらですね、タックワイドパンツですね。僕の動画の中でも何度もご紹介している名盤のボトムスですが、その中でもブラッシュとツイルのバージョンですね、これが使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。カラー展開は定番的なブラックとグレーとブラウンですね、この3色があるんですが、個人的には店頭でこちらは見ましたがブラウンがすごく
く良かったなと思います。まあ、言うまでもなくブラックもいいんですよ。ただ今回はこのブラウンというところに注目をしたいなと思います。僕たち30代後半から40代の世代にとってはブラウンって結構鬼門で、失敗するとめちゃくちゃおじさんっぽくなるんですね。まあ、以前はブラウンはおじさんは着るなという方もいるぐらいですね、結構難しいカラーだというところは今でも変わりはないかなと思います。ただブラウンといってもいろんな色合いがあるんですね。明るめのブラウンもあればすごく深みのあるブラウンもあるかなと思うんですが、こちらのユニクロのブラッシュツイルのですねブラウンに関しては深いブラウンなんですね。しかもブラッシュツイルということで上品な質感で、なおかつチョコレートに近いようなダークブラウンなので、これだったら結構大人の男性でも着れるんじゃないのかなと個人的には感じています。まあ、特にですね秋冬に関してはどこかに季節を感じるようなカラーを差し込むだけでだいぶ印象が変わるかなと思うんですね。ですのでボトムスをブラウンにして、その代わり上半身ですね、爽やかなホワイトの T シャツにネイビーだとかブラックのアウターを重ねるだとか、そういった形で全身でバランスを取れればボトムスがブラウンであっても決してやぼったくは見えないかなと個人的には感じています。まあ、僕の動画を見ていただいている皆さんはもうすでにブラックのパンツはいっぱい持ってると思うんですね。ここからバリエーションを増やすためにはちょっとこのようなブラウンっていうところにトライをしてみるのも一つありなのかなとは感じています。なんといってもユニクロは価格帯が抑えめだというところ、ここがですねトライしやすくてありがたい点なんですね。このようなちょっと今までの傾向にはないようなものを買うときに、いきなりセレクトショップとかだと1万5000円とかしちゃうわけですね。そうなると失敗できないじゃないですか。気づけば安牌な買い物も増えてしまうので、まあユニクロでちょっとトライをしてみるのはすごくいいかなと思うので、このブラッシュツイルのブラウンパンツはぜひ皆さんにもお勧めしたいものなのかなと思っています。価格は3990円ということで、ワイドシルエットなんだけども、ユニクロの言うワイドパンツは正直そこまでワイドじゃないというのが事実かなと思います。割と大人の男性が気軽に履きやすいような適度なゆとり感なので、まあぜひですねこのシルエットも含めてこの価格帯でトライをしてみるのはいいかなと思うので、よかったらチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の秋服の中で、まあ、特にですねコストパフォーマンスを高いですねショップの中から5点のアイテムを選出させていただきました。無印良品があり、グローバルワークあり、そして GU ユニクロですね、このあたりを横断したわけなんですが、やはりこのあたりのお店を回るだけでも全身のアイテムを一通り揃えることが十分にできる時代だなというのを改めて感じました。もちろんこだわればこだわるほどいろんな選択肢もありますし、もっと予算があったりだとか、もっとセンスがあればいろんなアプローチができるんですけども、まずはこのあたりを抑えながら予算をあまりかけずに着こなしを楽しむというファーストステップもすごく大事だと思うので、まあ、ぜひ皆さんも今回ご紹介したようなアイテム気軽に楽しんでいただきたいなと思いますし、まあ、そこからちょっと慣れてきたらセレクトショップのオリジナルですね、まあ、僕が普段動画でやっているところでもやや金額が上がったものもですねちゃんとご紹介しているので、このあたりを今回ご紹介したアイテムとうまくミックスさせると結構バランスの良い着こなしも出来上がるかなと思うので、まあ、ぜひそのあたりも頭の片隅に置いていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、まあ、今回ですね取り扱わなかったセレクトショップのオリジナルからもうちょっとエッジを効かせたドメスティックブランドというジャンルですね、さらには専門ブランドというジャンルがあるんですね。例えばニット専門ブランドだとかシャツ専門ブランドだとか、まあ、世界中様々な優秀なブランドがあるので、このあたりだとかちょっとツーなブランドに関しては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のですねオリジナルの動画とそれに合わせて週1でライブ配信もやっています。そちらの方では皆さんからいただいたご質問にその場でお答えするような形で考慮しながら動画展開してますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では今タイムリーにおすすめのアイテムをどんどんご紹介しています。僕の方でも毎日投稿を行っていまして、まあ、文章と写真ベースなのでサクッと読むことができるんですね。また僕以外のスタイリストだとか専門家の人もですね記事を書いてくれていますし、参加者の皆さんも気軽にですね記事を書くことができて、まあ、おしゃれが好きな男性が気軽に交流できるような場になっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。